Whoa! Welcome back to Steins Gate! This is episode number 7. Or something like that. Last time we talked in a maid cafe for a while, we browsed the internet. Now we're about ready to start a new experiment, so let's get right to it. Let's open our address book. There we go. Calling complete. Instant connection. RENG. こちらは電話レンジ。かっこかりです。こちらからタイマー操作ができます。シャープボタンを押した後、温めたい秒数をプッシュしてください。マユシーガイダンスにスキップ機能をつけておくんだった。待たされるとイライラする。例えば、1分ならシャープ60、2分ならシャープ120です。And so on and so forth. That's what's confusing. It's like it tells you to in there. It's like hit pound 120, but this it says hit 120 pound. I guess that's to make it go backwards.Okay, what if? でもさ、マジで電磁波のせいだったら、僕らの細胞なんかもスカスカになっちゃってんのか ？We're getting radiation. お前は電話レンジカッコ仮の中に入ってチンされたことがあるのか？そもそも入れない罠。つうか電磁波の影響ってソースは？あえて言うならば、マッドサイエンティストとしての勘だ。ちょ、根拠なしとか。Exactly. かつてエジソンはこう言った。1% のひらめきがなければ、99% の努力は無駄でしかない。だから発明家よ。ひらめけ。Inspiration. 天才は 1% のひらめきと 99% の努力じゃなかった？残念だったな。近年ではそれは誤って広まったものだというのが常識になっているのだ。ふわエジソンが言ったん？ひらめけって。そう。Inspiration. ゆえに天才マッドサイエンティストである俺は常にひらめ。You're inspired by microphones, microwaves going off. I think my did my mouse just die? Yep, did. All right. Switch to the laptop mouse. しかしチンをしたところでゲル状になるだけで。新しい発見など何もないよな。You kind of did. Oh! 何をしている？ Let me look. いや、あれ消えた。消えたって何が？バナナが。The banana did a disappearing trick. This is my new magic trick. I make bananas disappear in 120 seconds. ない。There's definitely nothing in there.俺だ。厄介なことになった。俺たちはどうやらとんでもないものを目覚めさせてしまったらしい。Outrageous。とんでもないものってなんぞ？今すぐに緊急要請666号。
クーリングオフを発動させろ。何？政府の承認？バカか！そんなことを言ってる場合ではない！このままではこの国が吹っ飛ぶぞ！ I don't think we're that far yet, but... 自演をつ TJ! うるさい、フェルスのストーカー。それで、バナナはどこに隠した？誰がストーカーだよ。バナナを出して、手品でも披露して得意になっているつもりか。隠したのはオカリンだろ。So if neither one of us hid it, where did it go? Very uncomfortable. なんで消えたんだよ。知らんがな。どこに行った？バナーナ！バナーナ！ I think you're overreacting now. そうか。わかったぞ。これは電磁波兵器などではなく、テレポートが可能な電子レンジだったのだ。な、なんだって？ Teleportation。で、そんな無茶な。出なければ、この密室からバナナが消えるはずがない。冷静になるべきじゃね。ああ、そうだな。の。Hey, look, there's a green banana.なんじゃこりゃ。どうなってんだ。 What did we do? 誰よ。このラボに今バナナはいくつある。た、多分このバナナだけ。このゲルバナがくっついているところは、お前がさっきちぎった場所か。わ、わかんねえ。そこまで確認してないし。このゲルバナ完全にくっついてるな。 Perfectly。 なあ、ダル、これってもしかして Possibly be what?テレポートだったりするんじゃないか。興味深い実験してますね。誰だ。インタビューアラート。あ、そして、バカだ。なぜ貴様がここに。若干18歳にしてサイエンスに論文が掲載された天才、囚人監視の中で男をいじめるド S 女、そしてまたの名をザ・ゾンビ。マキセ・クリス。説明セリフオッツ DJ。 誰がゾンビだ。誰が。一体どういうことだ。何が目的でここへ。あなたに会いに来たの、岡部凛太郎さん。じゃなくて、法王院京馬さんだった。あ、スナップ。やはり貴様、機関に所属するエージェント、しかも特殊能力者だな。Esper, she's a Pokemon now? それならば、不死であることもうなずける。
だから死んでないって勝手に殺さないでくださいよ。橋田さん、この人何とかしてもらえませんか。この状況でマキセ氏が現れたからオカリンは混乱してると思われ。誰、裏切ったのか。オカリン暴走しすぎ。マキセ・クリスに弱みを握られたか、それともイロカに惑わされたか。許さんぞこのビーチが。 Well, that's uncalled for. Come on. 落ち着け。Man-made machine soldier. この場所のことは昨日講義が終わった後で橋田さんから聞いたの。あなたの名前もね。俺と話をしに来たと言ったな。そうです。私が死んだのを見たっていうのが事実なのか単なるセクハラの言い訳なのか、それについての回答が欲しくて。That was kind of rude. Kind of pretty rude. I don't think I would do that. でも、今のあなたの振る舞いで理解した。どうやら単なるセクハラだったみたい。つまり、私の予測が証明されたということ。勝手に結論を出さないでもらおうか。お前は俺を誤解している。Better. そのことは今はいいんです。え、いいのか。 Call the cops. Here, let me just be a creep now. そういえば、まともに自己紹介してませんでしたね。マキセ・クリスです。改めまして、よろしく。Yep, that's totally it. 握手もできないの？日本の男の人って常識が足りないんじゃない？ Ooh, shots fired. 欧米か？アメリカで7年暮らしてますが何か。欧米か。Creeper alert. ビビりすぎ。身にまとう先が半端ないからな。これが俗に言うマーシェル・アーツか。俗に言わないわよ。では忍者。言わないっつってんだろ。アメリカ育ちならば、ハッハッハ、Nice to meet you と満面の笑みを浮かべながら握手を求めるのが普通だろ。American stereotypes。あや、むしろハグを求めるぐらいするべきだ。偏見よそれ。 Very narrow-minded, it seems. これ本当に興味深いですね。ピンセットあります？ない。Who said that? No. 何をする？貴重な実験データを。グズグズね。
What the? Why would you do that? That'd be gross. 味はなしか。食い意地が張っているとはまだまだお子様だな、よみがえりし者。そんなに腹が減っているならば、バナナ一本ぐらい恵んでやろう。いりません。そもそもあのバナナ、マユシのじゃん。遠慮することはない。俺が恵んでやると言っているのだ。変態のバナナなんて、誰が食べるもんですか。へえ。変態のバナナ。Oh God. 変態のバナナを食べる。グズグズ。指くわえる。まずと顔をしかめる。マキセシ、マキセシ。今のもう一度お願いできる？できれば悔しそうな顔でよろ。Please don't. はい。ほら、変態のバナナなんて誰が食べるもんかって。できればその後で。ああ、でも、もう付け加えてくれるとなおグッド。Jesus. What? Oh, okay.なるよ。お前はどうしようもないクズだし、最低の変態だが、今回ばかりはよくやったと言っておこう。それで、マキセクリス、お前は今、何を想像したのだ？ぜひ教えてほしいものだな。Can she just like call the cops on these dudes for being like just huge douchebags? Saiye, 天才少女、天才がどんな妄想をしたのか、ご考察願おうではないか。バカ。お前に言われたくはない。オーケー。生意気な振る舞いについては謝ります。その原因があなた方のセクハラ行為にあったとしても、今は不問にする。You should. 詳しく教えてください。このバナナのことと。それと、そっちの電子レンジのこと。トップシークレットだ。あえて部外者の前に一つだけ教えてやれるとするなら、こいつの名前は電話レンジカッコ仮だということぐらいだ。テンプカッコ仮？何それ？そのままの意味だ。名前はまだ仮なのだ。名前なんてどうでもいい。だが、名前以外は教えることはできないぞ。でもさ、オカリン、マキセ氏ならこのヘンテコ機能について解明してくれるかもよ。も、それは。Maybe that's your fault.ニヤニヤしちゃって、また何か変態チックなこと考えてる？クリスティーナと言ったか、貴様。
誰がクリスティーナだ、一言も言っとらんわ。このレンジの秘密を教えてほしければ俺と取引してもらおうか。何よ。まず一つ、貴様にはラボメンとなってもらう。ラーメン。ラボメンだ、バカ者。ラボラトリーメンバー。研究所のメンバーに迎えてくれるっていうこと？でも私、8月中にアメリカに帰る予定なんですけど。他社に秘密を漏らさないという誓約書を書いてもらうさ。もし破ったら、貴様がムッツリスケベの変態だとサイエンス誌に告発する。鬼畜だな、オカリン。そのサイエンス、発売されたら5冊買う。ラボメンとなった暁には、帰国するまでゲストとしてその頭脳を我がラボのために役立ててもらって結構だ。偉そうに。詳しく契約書を見せて。そんなものはない。ここはサークルであって、会社ではないのだ。知識を提供するだけなら OK です。ただし、他に変態的なオプション契約があるなら答えはノーよ。取って食ったりしないから安心しろ。セクハラはする気？しないっつの。さっきあなたまず一つって言いましたよね。二つ目があるんでしょ。それが変態的要求の可能性が。二つ目の条件は、この俺が貴様に対して行ったセクハラ一歩手前の行為について全て不問にすることだ。オカリン、ちっちゃい。人としての器がちっちゃいっす。そこに痺れる、憧れる。ダルに言われたくない。ちなみにダルのセクハラ行為はこの件に含まれない。そっちは二人で話し合え。なんだとこら、ふざけるな。 Whoa, watch with the language, come on. こちらからの要求は以上だ。この2点を飲めないのなら今すぐお引き取り願おう。さあどうする。悪くない取引だと思うがな。あんたにとってでしょ。まったく、ノルアドレナリンが過剰分泌されてる気分よ。開いた口が塞がらないわ。貴様が顎関節症になろうとしたことではない。要求を飲むか飲まないか、さあ答えろクリスティーナ。だからティーナってつけるな。私はクリス。Yeah, pretty much. Damn! Okay. 取引する。いい返事だ。今この瞬間、君はラボメンナンバー004となった。歓迎しよう、クリスティーナ。いや、ザ・ゾンビよ。どっちも間違ってるから、ちゃんと呼べ、鳳凰院。Who's gonna blink first? 子供ですね。何か言ったか？天才変態少女。ああもう、以後変態禁止。私もあんたのこと変態扱いしないから。もう許して。分かればいいのだ。では本題に入ろう。ダルよ、クリスティーナに。ティーナも禁止。クリス君にこれまでに我々が行った実験について説明してやりたまえ。だが断る。うん。Well, seems we're at an impasse here. やっぱり興味深いわ。
貴様の見解を聞こう。少なくとも電磁波兵器やテレポートだっていうくだらない仮説は捨てるべきですね。もう一度実験してみてもいい？私もこの目で見てみたいの。 Look.岡部さんと橋田さんはバナナの方を見てて。俺に指図しないでもらおうか。俺はマッドサイエンティストの方を。いいからバナナから目を離さないでください。Keep your eyes peeled on the bananas. Get it? ?60秒経過。何か変化は？ Those were quick 60 seconds. ないな。20 more seconds. Oh! Dete kita! No! Bing!Microwave is done, guys. Food's ready. そっちはどうだった？104秒経過したときに消えちゃった。いきなり。やはりテレポートなのだよ。人類史上初のな。Can you tell she's tapping her toes? 瞬間移動なんてそんなのありえるの？でも実際に移動したし、信じられないけど、量子テレポートかな？いやいや、あれは量子レベルでの話だし。現実から目を背けるな。その目で見たものが全てだ。Everything and anything and nothing. Sniper shot. 本当にテレポートなの？結論ありきで考えるのは危険よ。ならば天才少女よ、今の現象は何だというのだ。整理しよう。バナナの房や冷凍唐揚げの時はテレポートしなかった。そうよね。例えばテレポートできるものの大きさに限度があるのかもしれん。唐揚げってバナナより小さいじゃない。実験にはいつも同じ唐揚げを使っていた。ワンパック12個入りだ。ジューシーカラージュナンバーワン、マイフェイブリット。そうなると結構な量だよな。塩は？塩でも実験してみたんでしょ。Nothing. お皿が邪魔だったか。もちろん皿なしの状態でもやってみたが、変化なしだった。だったら食塩については一粒一粒を基準とした場合、小さすぎるからダメとか。とっかかりが欲しい。他には電話レンジに関連することで気づいたことある？電話レンジではなく電話レンジ過去仮だな。どっちでもいいわよ、そんなの。どうなの？
気づいたことあるの？ないの？あ、そうだ。これ一度、こいつからすごい放電が起きたお。何？そんな話は初耳だぞ。オカリンがいない時だったからな。放電ってどの程度？この開発室が蛍光灯で照らされたように明るくなったんだよ。それが2秒くらい続いたかな。どういう状況で起きたの？こいつに繋いでる携帯の調整、専用のものを外して代わりに自分の携帯を接続して、そしたらしばらくしてビリビリ。それはいつのことだ？昨日の昼だよ。オカリンがドクター中町の発表会を見に行ったとき。 Oh shit. That's a bombshell. Maybe that's why everything changed. But you know what? Let's find out next time. To get the bombshells of like that dropped on us. Anything's possible now. So anyways, that's gonna do it for this episode of Steins Gate. Tune in next time and maybe we'll get closer to the truth. I'll see you then.